どうもスタジオベルです。今日はスタジオで使っていますこのマイクケーブル、ちょっと断線して音が出なくなったので、このケーブルを修理する動画を作っていきたいと思います。修理に必要なものですけれども、まずハンダゴテ、ハンダ、それからワイヤーストリッパー、カッター、千枚同士、プラスドライバー、そして交換するための端子があれば大丈夫です。マイクケーブルのこの押す側の部分が断線してました。こちらの方を修理していきたいと思います。もう実はすでにケーブル切れちゃいました。キャノンの端子からノイトリックの端子に付け替えていこうと思います。はい、こちらがノイトリックの端子になります。パーツは全部で4つに分かれています。昔はこの ITT のキャノンをよく使っていましたけども、ネジが3箇所あって外れて取れたりとかすることがあります。古くなったりとか外れたものから、順次ノイトリックの方に変更していっております。古くなったケーブルのここの使用していた部分のところをちょっと長めに切っちゃいます。カッターで外のオレンジ色の皮膜を切ってシールド部分を露出させます。こんな感じで皮膜部分を外します。千枚同士を使って、このシールドの部分をきれいに外していきます。早送りします。はい、きれいに剥けました。そしたらですね、このシールド部分を固めてこの保護材を外していきたいと思います。はい、カッターやハサミを使ってこの紐や紙類を切ります。ケーブル自体の強度を上げているものにもなります。ケーブルはこのシールドと白色の線と青色の信号線、合計3本の回線を使います。福光スタジオベルではこの青色をプラス、マイナスを白色、編み込んである線をグラウンドとして結線しています。この編み込んであるケーブルを逆時計回しに寄っていきます。なるべく美しくなるように寄っていきます。次にワイヤーストリッパーで信号線の皮膜を剥いていきます。はい、こんな形で剥けました。信号線も2本ずつですけども、この線を結線します。青色の端子も結線します。メッキさせてから端子に、くっつけていきたいと思います。ハンダでメッキしていきたいと思います。メッキするときはハンダごてでハンダを溶かすのではなくて、導線を温めて導線の熱を上げた上で溶かすイメージで作業してください。シールド線を温めてシールド線の熱で溶かすイメージでハンダ付けしてください。というわけで、ハンダメッキ終わりました。ハンダ付けする端子やケーブルを抜けにくくするパーツや外側のパーツは後から付けることができますが、このキャップだけは先に付けないとダメなパーツになってますので注意してください。不要な先端部分をちょっと切っていきます。端子の先を切り揃えました。キャノンの端子に、メッキをかけていきたいと思います。はい、このような仕上がりになりました。端子も同じようにメッキするときはハンダごてでハンダを溶かすのではなくて、ハンダする側の温度を上げてメッキすることを注意してください。処理した線を結線していきたいと思います。このパーツを付け、
外装の金属パーツをつけて、あとは回して締めがしっかり締めると出来上がります。OK でテスターを持ってきました。1番チェックなりますね。2番プラス側なります。3番マイナス側なります。ちなみに他のところがショートしてないかもチェックした方が良いですね。今日はハンダ付けのビデオを撮りました。でですね、実はハンダ付けのビデオは前に撮影していたもので、編集全然してなくて置いておいたやつなんですけれども、4月の11日にこの後半の部分だけちょっとビデオ撮ってるんですけれども、今、日本はコロナウイルスのことで非常に大変なことになってます。いくつかお願いしたいことがあってちょっとビデオ撮ってます。3つ、密集地に行かない、密接な会話をしない、密閉された場所に行かないって、ほとんどの方守ってられるかもしれないですけれども、気づかずに行ってしまう場合もあるので、とにかく注意していただきたいです。手洗いとかだったらタレントの皆さんとか、あと医療関係の皆さんとかがもう動画で配信してると思うので、ぜひそういったものをチェックしていただいて、手洗いのちゃんとした徹底をしていただいたりとか、うがいのやり方をこんな風にした方がいいよっていうのはあると思うので、そちらを見ていただいて実践していただきたいなと思います。で、僕が実践しているのはこの服なんですけれども、お家に帰ったら脱いでしまって洗濯してます。その流れでお風呂にも入るようにしてます。外から菌を持ち込んでるかもしれないので、衣服はまず洗濯して綺麗な状態を保つように心がけてます。もう一つだけお願いしたいことがあって、これのビデオを見ていただいたあなたの大切な方にコロナウイルスに感染しない、もしくは自分が感染してると思って感染させない行動をあなたの大切な人に伝えてもらいたいです。ちょっとでもいいなと思ってもらったら、ぜひこのビデオを見ているあなたがあなたの大切な人に行動しよう、習慣づけよう、こういうところに正しいビデオがあるよとか、正しい情報があるよっていうことを教えて、皆さんが意識をして行動する、習慣づけるというところにみんなで持っていきたいなと僕は思ってます。大切なお友達や大切な家族や仲間と一緒に楽しい場所にまた行って自由に笑えれる日々を僕は早く取り戻したいと思ってます。皆さんの一つの行動習慣、それからそれを伝えるっていうことをすることによって、おそらくほんのちょっとの影響かもしれないですけれども、このコロナウイルスに少しずつ人間が勝っていけれると思いますので、僕も行動しますので、ぜひ皆さんも進んで協力行動の方よろしくお願いいたします。というわけで今日のビデオを終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。